行くぜ。やるもんだ。クズの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。キリュウよ、おめえなんで立花不動産にいる。何、分かってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが立花不動産と、俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ。どう思うが、あんたの勝手だ。おめえごまかすのが下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、もう殻の一坪の持ち主を見つけたのか。そうか、まだか。それでも手当たりぐらいはつかんだらず。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取り早い。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一つに手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。やっ
てみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦絵のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれよ。あんた、殻の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間あるな。立場の渡すか、おめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは